リーペーパーがあるのをご存知？広島に住んでる人ではなくて広島に来た人をターゲットにしたのがルルブフリーだから、ホテルに置いてあるのです。さあ、こちらがですね、広島の数々の雑誌を作っているザ・メディアジョンでございます。で、このルルブフリーもですね、作ってらっしゃるのはこちらなんですよ。はい、早速行ってみましょう。はい、失礼します。ルルブフリーを手掛けているのがザ・メディアジョン、数々の雑誌でおなじみの会社です。このルルブフリーというですね、フリーペーパーをこちらで作ってらっしゃるのは、はい、まず編集と取材担当が、山崎明子さん。山崎さんで、はい、はい、新婚です。新婚さんです、はい、ほら、いいですね。なんか幸せオーラ出てますね。そうですね、幸せオーラ出てますね。はい、で、営業担当が、チーフが彼女になりまして、はい、栗永です。はい、よろしくお願いします。気合と根性が入ってまして、まあ、2人とも美しいんですけど、もう女性以上の、男性以上の仕事をしているタイプですね、はい、やっぱり一番大事なのなんですか、この仕事にとって。この大事なのは、そうですね、とりあえずは気合と根性ですね。気合と根性、わ、はいはい、かりました。今回はですね、うちのジョブジョブから、はい、気合と根性の女を連れてまいりました。はい、気合と根性の掛本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、掛ちゃんを預けて、はい、はい、じゃあ、私は失礼します。よろしくお願いします。では、合宿生掛本、お仕事体験開始。県外から来られた方が、まあ、気になるような情報がたくさん入ってるんですけど、やっぱりあのお金あってのお仕事ということで、はい、やっぱり営業でいくらか協賛先を見つけてきて、それを実際に取材をしてもらって記事にしてもらうっていう一連の流れを体験してもらいたいと思います。ということなので、まずやることは、はい、営業ですね。はい、ということで早速行きましょうか。はい、行ってきます。行ってきます。じゃあ、まずみっちゃんはまず私が営業してみますんで、はい、木本さんはぜひ私の営業の仕方を見ておいてください。はい、勉強させてもらいます。じゃあ行きましょう。早速、お好み焼きのみっちゃん総本店に乗り込む国永さん。武器は笑顔と、これまで集めてきたデータ、これでクライアントに掲載をお願いするのです。さて、どんなやり取りが繰り広げられるのでしょうか。あれからの写真撮っていうのが、こういう形で、あの、ハガキが送られてくるんですけど、利用してよかったお店っていうので、ここ、みーちゃんの名前が、このとか、すごい多いんで。なんと監督行ってうまいね、営業が上手やね。あの、生地を伸ばすときはこういうふうにするんですよっていうのをでやってられるから、こういう材料セットを送ったりとか。そうなんですね。1回13万円なんですよ。1回って言ってもあれですよ、あの、秋号なんで1ヶ月じゃなくて、まあ、約3ヶ月ほど配布するんですけど。すごいね、13万円だったらお好み何枚焼かないかんと思ったら。はい、そうです。そうですね、ちょっとうちの家内でも今渋るかも。そうです、本当に渋る。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。要は会長さんは、あの、決裁権を持ってらっしゃらないということで、決裁権がある方にお捕まえて得をしたいと思います。はい、やっぱり、あの、話を聞く方に回るのが一番いいかなと、なるほど、聞き上手。なんかいろいろ自分の話を聞いてくれてると、逆の立場だったら、はい、なんか知らないうちにすごい向こうの方が親近感を持ってくれることがね、多いんですよね。お金が絡んでるから、あの、逆に仲良くなれたりもするかもしれないですね。向こうもね、お金払ってる以上本気だから。あ、なるほど、そっか。こっちもどうしたらお客さん来るかなとかって考えるし、ね、はい、続いてはこちらで営業、天然素材のお店、シーヤ。もうそろそろ、もう秋言うても、9月ぐらいか、10月15日、10月か、あ、じゃあもう夏季じゃね。
牡蠣、あ、そうですね、10、11、12と、そうそうそう、牡蠣、どういった方が来られるんですか。お客さんはもう、ほとんど半分が観光客、はい、月曜まで見ようと月曜までの話しようと、お願いします。お願いします。じゃあ、ここの可能性は 80% かな。本当です。今までは私がアポイントを取った先に一緒に来てもらって横で見ててもらったんだけど、当日はやっぱり時間が余ったりしていきなりね飛び込んでみることもあるんですよ、これが。なので今からぜひそれを体験して飛び込みで挑戦して。もちろん一人で、一人ですよ。どうしよう、頑張ります。じゃあ、はあ、かな。合宿生掛け元飛び込み営業に挑戦。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。ちょっと今お時間よろしいですか。ちょっと忙しいんですけど。忙しいですか。ちょっとだけ話聞いていただいてもよろしいですか。はい、地酒の特集をするので、はい、ぜひ載せていただけないかなということなんですが。載せるっていうのは広告。そうですね。いいですか。本当ですか。はい。わかりました。すみません、ね。とんでもないです。すみません。言い方が悪いんですかね、なんかもう少し話聞いてもらえるかと思ったんですけど。世の中そんなに甘くはない、営業は気合と根性。こんにちは。県外のお客さんがこれを見て広島のお好み焼き屋さんどこに行こうかなっていう感じで。はい、はい、はい、ありがとうございました。手応えなしって感じです。すみません、今よろしいですか。忙しいですか。店長さんとかもいらっしゃらないですか。待ちするんですけど、待ってください。待ちます、待ちます。はい、この後話だけでも聞いてもらえるのでしょうか。合宿生掛本、ここで作戦変更。何が一番よく売れますか。ここだったら友達、沖縄の友達と一緒にここに買いに来たんですよ。本当に来たんですよ前で。秋に地酒の特集をしようということになって、駅の方にも2つまた新幹線口に設置になるんで、またこれ見て来られる方とかも。どうです、こう、こういいの載せようか。やってもらいたいですけど。あ、本当ですか。出るのは、お金が出るのは会社からなんで、ね、そうですよね。ですけど、これは私の名刺ですね。あ、はい、ありがとうございます。ぜひと言っとった。今日お話を聞いて、なんかいいんじゃないかって言ってましたって言っていただければ多分。終わりました。なんか思ったより、うん、今はすぐとはならなかったけど、うん、好感触だったんで、うん、一方的に説明するんじゃなくて会話になってたところが。フリーペーパーを支える営業、日夜粘り強く交渉する姿を知ると記事を書く方にも力が入ります。今度はいよいよ山崎さんについて取材体験です。はい、お値段はおいくら。840円。やっぱり人気のメニューは季節って書いてあるので、はい、これが一番人気、売れますね。やっぱり読者の人って値段は絶対気になると思うんで、これは聞き逃さないように、はい、でそのお店の一番の魅力を、実際にはここに来たことがない人とかがこの本を見て行きたいなと思うように、ここだったらすごい景色がいいじゃないですか、はい、そういうのを覚えておくし、ちょっとメモをしておくというか、はい、あの時営業で訪ねた深夜新幹線口店、ついに掲載する運びとなり取材が始まりました。天然素材にこだわった料理店、どんな生地に仕上げていくのでしょうか。あと、ここの特徴、はい、とりあえずまあ広島県内産っていうだけで、全て広島のものを使っていることがいい。全5種類で OK ですか。僕は見てもらった方が。ここからが雑誌の本業、取材をもとに文章を書きます。
字数が制限されてるっていうのが一番難しくて、あれも伝えたいこれも伝えたいってあるけど、でもギュッて絞って、もう今回のシーヤさんの反響は掛本さんにかかってます。はい、頑張ってください。はい、わかりました。シーヤの魅力を文字で訴える合宿生掛本は悩みました。完成しなければ帰れないのは当たり前。いつの間にか夜10時。そしてとりあえず完成です。掛本の原稿を山崎さんに見てもらいました。新鮮な日替わりの地魚料理100種類、海鮮料理と広島風つけ麺が味わえる店、海の幸メニューにこだわり新鮮な地魚のみを扱う、5種類の定食も好評で、広島駅にいながら広島の旬を満喫。広島で広島の旬を満喫って、まあ、当たり前かな。そうなんですよ、ここどううまく、まあ、どこの店もやっぱりそれぞれこだわりがあると思うんで、具体的にどうこだわってるのか、どうこだわってるんですかね、実際取材してみて。こだわりって言われて、そのままこだわりって書きました。あ、ちょっとあの書いてみて、もう一回、はいはい、書ける範囲で、もしあれだったら営業時間が終わった後にちょっと電話をして、はい、すいませんがという感じで聞いてもらうと。広電に乗ってたんですよ。その時にあのちょうど私の隣にいた人がこのルルブフリーを持っていて、で電車に乗りながらその広電のマップを必死にこう見てたんですよ。それを見た時に、あ、本当に実際にそれを頼ってこう旅してくれてる人がいるんだなと思って、絶対こう間違った情報を載せれないっていうのは当たり前のことなんですけど、はい、広島のいいところをもっともっと自分で探して県外の人とかに伝えてあげたいなと思う。お疲れ様です。本当はもう10時には帰ろうと思ってたんですけど、今日はもう諦めました。私も原稿が溜まってるんでやります。それ、ここからが勝負。あの店の魅力を伝えたいという情熱だけが頼りです。何がおすすめみたいなのあります？日替わりの魚料理で。新婚なのに徹夜、山崎さんが赤いペンを走らせやっと完成。最終版です。で、OK です。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構長い。長かったです。4時間ぐらいかかっちゃいました。かかりすぎです。最初はでもかかりますよ。私も結構かかったんで、はい、はい、これでもうあの明日には原稿の方写真も揃うので、はい、入れますので、はい、明後日には原稿が出来上がります。お疲れ様です。無事上がってますよ。はい、じゃあ出しますね。はい、はい、こちらです。わー、すごい。なんかやっぱ全然違いますね、写真が入ると。 JR 広島駅新幹線口で広島の旬を満喫。牡蠣、小イワシなど新鮮な魚介類を扱った海鮮料理が味わえる店、刺身、天ぷらなど日替わりの魚料理を中心にメニューは約100種類。辛だれと甘だれを客が好みで足していく広島風つけ麺850円も好評だ。一人でも多くの人に見てもらいたいなって本当に思いますもん。なんか OK ですか？はい、OK です。はい、わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。こうして記事は完成。掛本、徹夜の仕事体験でした。